ランプレイは、アメリカ海軍の潜水艦、バラオ級潜水艦の一隻。艦名は、ヤツメウナギメの総称にちなんで命名された。海ヤツメノーザンブルックランプレイランプレイは1944年2月22日に、ウィスコンシン州マニトワックのマニトワックズ王船で、寄港した。6月18日に、WT ネルソン夫人によって、命名、浸水し、11月17日に、 艦長ウィリアム・テイネルソン少佐の指揮下収益する。ミシガン湖での大約、ミシシッピ側に向かい、12月13日にニューオーリンズに到着した。その4日後、太平洋に向けて出港する。1945年2月17日、ランプレイは最初の紹介で南シナ海に向かった。3月29日まで台湾沖及び香港で救助任務に従事し、 4月8日にシンガポール海峡を通過、翌9日にカリマタ海峡を通過し、ジャワ海に入った。この頃には日本軍艦艇の大半は海の木津と消え、この紹介でランプレイは敵艦を発見することはなかった。4月22日、ランプレイは59日間の行動を終えてフリーマントルに帰島。艦長がリュシアン・ビー・マクドナルド少佐に変わった。 5月21日、ランプレイは2回目の紹介で、南シナ海及びタイランド湾方面に向かった。ジャワ海を通過して、紹介海域に向かった。ランプレイは5月28日にブルーバックと共に600トンの日本軍護衛艦に対して砲撃を行った。6月29日、ランプレイは40日間の行動を終えて、スービック湾に帰島した。7月26日、 ランプレイは3回目の紹介で南シナ海及びタイランド湾方面に向かった。沿岸に沿って目標の探索を行ったランプレイは8月8日にシンガポール海域に入りペンギボー島西方で小型艇を砲撃により沈めた。その後種目においてイギリス海軍潜水艦スピアヘッドと任務を交代しボルネオ方面に向かった。8月12日に スラバヤから荷物を運ぶヨットを砲撃により撃沈。8月15日、終戦の知らせを受け取った時、ランプレイはスクーナーに対して攻撃を行うため接近中であった。8月20日、ランプレイは25日間の行動を終えてスービックワンに帰島した。ランプレイは8月31日にスービックワンを出港し、9月22日にサンフランシスコに到着した。 その後、メアアイランド海軍造船所で経流され、1946年6月3日に、退役、太平洋予備役艦隊入りする。長く保管された後、ランプレイは1960年7月21日にアルゼンチンへ退応され、サンタフェとしてアルゼンチン海軍で収益した。アルゼンチン海軍では、 サンティアゴデル・エステロと共に司令塔を回収した後訓練用として使用された。また、1966年10月には、フォークランド諸島に派遣され、テクニカルダイバーのグループを上陸させた。この話は最近、アルゼンチン海軍の関係者が明らかにしたものである。アルゼンチン海軍での現役任務後、1971年9月1日に、 アメリカ海軍に返還され除籍された。その後アルゼンチンに完全に売却され、予備部品として使用されるため解体された。ランプレイは第二次世界大戦の先行で4個の従軍聖賞を受賞した。ありがとうございます。